トレドはアメリカ海軍の重巡洋艦、ボルチモア級重巡洋艦の12番艦、艦名はオハイオ州トレドにちなむ、その名を持つ艦としては2世紀目。トレドは1943年9月13日にニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所で寄港し、1945年5月6日にエドワード・ジェイ・モーオーン・プジンによって浸水する。 1946年10月27日にフィラデルフィア海軍交渉でオーガスト・ジェデッツ・アージュニア艦長の指揮下就役した。トレドは1947年1月6日に西インド諸島への2ヶ月に及ぶ訓練巡航に出航した。グアンタナモ湾での成長訓練後、トレドはアメリカ用バージン諸島のセント・トーマス島、ジャマイカのキングストン、 ハイチのポルトープランスを訪れ、その後フィラデルフィアに帰還し3週間の信頼性試験を行う。4月14日にフィラデルフィアを出港、大西洋横断に向かう。トレドは地中海からスエズ運河を通過し、インド洋を抜け6月15日に横須賀に到着した。日本及び韓国の港を訪れ、10月まで占領軍の支援に従事した。 10月21日に横須賀を出港し、最初の太平洋横断を行う。真珠湾を経由し11月5日にカリフォルニア州ロングビーチに到着した。トレドは朝鮮戦争の先行で5個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。